あの手に取ってあのご確認お願いいたします。ありがとうございます。まあ最後の折り鶴はこんなにね成功に感無量ですね。本当に世界の貞子の折り鶴を必要とするところに本当に遠慮なく送られるといういろいろ送り先はたくさん出てきます。でどこに送れば平和の発信ができるのか、そんな小さな平和の心のつながりをどう構築していくか、これを話し合いながら構築していきたいなというふうに思っています。